え前回ね課題をちょっと出したような気がするんですけどもそれはですね「人生の目的って何ですか?」とかね「何のために人間は生きてるんでしょうか?」っていう問いかけをさせていただいてその返信が来るかなと思ったんですけどまあ来なかったんでまあ来ない。 とと、ころろもあるだろうなと要するに答える義務はないですからあの自由に、ね、思った通りにあの返信動画を作っていただければいいんじゃないかなと思います、えー、人生の、ね、生きる目的何のために生きてるんでしょうかってことですけども多くの方は誰かの出した回答を参考にそれを、まあたかも、ね、自分の回答であるこのように、えー、語ることがあります、まあ、例えばこんな感じです人生は暇つぶした、ね、おなんかかっこいい言葉だな俺もそれにしようみたいな感じですよね、まあ、これだから自分の頭を使ってない状態で 検索してたどり着いい答えを自分にいわゆるるコピー,ペーストしてるだけなんですよねこの中から自分の人生は果たして生まれるんでしょうかっていう問いかけが今回したかったことでありあとはねあの人生の目的それを探すために生きてるんだよみたいなねなんか全問答みたいなことを言う人がいますけどもこれもですねもうね言ってみればあの回答を先送りするちょっと小気味のいいテンプレートなんですよねそうではないと。 そうではなくて、実際に自分なりの見解誰もが出さないような自分だけの見解っていうのに自分の内側を掘り込むことによってたどり着くでしょうかってことなんですよ今はねこうやってスマートフォンっていうのがあって何でもかんでも検索してねこうだよっていう風な結果を出しますけども大事なのは結果じゃなくてねそこに至るようになって自分の旅路なんですよね全ての人の人生っていうのは最後死を持って迎えるわけですよじゃあ最終的には死んでます死んでます死にに行きますで終わりなんですかってことなんですよそう だからね人それぞれ結論は同じなんですよ死に向かうわけなんですよ追いさらばえてもしくは途中で不慮の死を遂げるわけですよ死っていうのは喜びの死っていうのはあんまりなくてですねやっぱりこう寂しかったり悲しかったり辛かったりええー、根性の別れっていうのもありますけども心残りが必ずあるわけですよねその死に向かうことを一つの結論としてはい検索結果ですよって出す人はあんまりないですよねだからどのように回答にたどり着くかっていうその旅路が あまあ、人生の目的であるというところでじゃああなたは何ですかとどう思いますかというところの問答があるわけなんですけどねさあじゃあこの回答はちょっとね、えー、また先に送るにしまして、えー、今回ですねじゃあ何がしかの人生の目的なり何のために生きてるかっていう要素があったとしてそれを支えるために必要な4要素について改めて考えていこうかと思います。えー、残念ながら現代代社会は石器時代では石時ででありませんののいわゆるこの なんて言いますかね2022年この辺りの時間軸に沿ったそして、えー、地球の、えー、地理的には今私たちは日本に住んでますんで日本の限られた常識の中で物事を考えていくしかありませんいわゆるね常識に縛られるなって言いますけどもそうは言ってもね縛らられれなければならなけばい常識もあるんですよ常識に縛られたくないって言うんでじゃあもうね日本では日本語を使うのが常識だから日本語を使わないぜみたいなねこれで成り立つのか っっていうこととがあったりとかあの常識を破るんだとか言ってねもう傍若無人に、えー、振る舞ったりとか、まあ、人に声かけられてもね挨拶もしないみたいな常識の破り方はどうでしょうかってことなんですよだから一定の常識は守りながらもそうではないと逸脱すべきものを探してそしてですね、えー、まあ、少なくとも足を引っ張られないような常識の破り方っていうのを探していかなくてはいけないですよね。その あの針の穴を抜くような選択の繰り返しが自分だけの人生の目的に向かってるんではなかろうかというふうに思うわけなんですよねさあ抽象的にお話ししましたんで今度は具体的に4つに分けて改めて、えー、人生の必要な要素についてお話していきます今日の時点でお金を稼ぐ力がついてますかってことですいやお金を稼ぐ力ぐらいありますよっていう人がいると思いますそれがねやっぱり時給900円とか1000円とか月給で20万30万の話をしてるわけじゃないんですよ それはお金を稼ぐ力じゃなくて雇われる力とか人から依頼された仕事をいわゆるね作業をこなす力があるだけなんですよそういうレベルのことを言ってるわけじゃないんですよねきちんと自分で立てた目標金額もしくは納期を守ってそして誰のためにそれをやるのかっていう意義が見いだせてさらにそれがリピートにつながっていくってことですよね当然法的に、えー、照らし合わせて違法なことをしたりとか これはグレーだよねっていうことをやるんではなくてグレーっていうのは白ではないわけですから絶対に認められないというぐらいの気高い標準字が必要になってきますよねよく言います黒じゃないよグレーだよこれを良しとするのかそれともグレーっていうのは白じゃないから自分は採用しないんだっていうかですよね、まあ、いわゆるバレなければ浮気じゃないっていうレベルとかね風俗は浮気じゃないっていうレベルですこれ女性からして確かに浮気ではないけども受け入れがたいよねっていうことになると思うんですよそういうことを考えていけるかどうかっていうことなんですよ まあつまりね、自分の暮らしている常識の中では、このぐらいはいいだろうってものがすでにダメってことなんですよね。まあ、その中で、えー、お金を稼ぐってことを考えたときに、これはいいんだろうかって常に問いかけが必要なんですよね。これは社会を良くしてるんだろうか。それとも、怠惰な人間に対して、その想像を与えるだけなんじゃないかとかね。そういうふうに考えることっての必要で。うん。だからよくね、その、またこれね、 どうしても性風俗になぞれるんですけどもいやもうあの私はね一律に性風俗がダメだと思わないんですけどもじゃあねそれを自分の身内がやったことは許せますかってことになってくると途端に意見は変わるんですよいや世界のどっかの人がやるのはしょうがないけども自分の身内がやるのは嫌だよねみたいなね例えばねあのこれ女性に対して言いますけども旦那さんが AV 撮影の監督やってるのはどうですかとかね男優やってるのはどうですかとか思った時にやっぱりね いいややううんんん自分の旦那さんにっっててほしくななよよねってなると思うんですよつまりや職業に対して規制を張ってるわけなんですよ。でもその反面自分がやることに関してはこのぐらいはいいんじゃないのっていうふうに働いてきてそれが例えばね収入の一部になったりするわけなんですよね。でそれに対してねやっぱこう自分の仕事を子供に継がせることができるかどうかっていうのが一つの基準になりますよね。とてもじゃないけど。 これは子供には見せられないよと子供には継がせられないよっていう稼ぎ方をしてるんだったらやっぱり自分に対して、えー、その人生の目的とかねそれから何のために生きてるかっていうところに向かってないっていうことになるんじゃないかなというふうになりますよね。でお父さんお母さんはどうやってお金を稼いでるんですかって子供に聞いた時とかよくありますよね学校の僕のお父さん僕のお母さんみたいな感じでね。 僕のお父さんは AV 撮影の監督をしています。いつも女の人が男の人にエッチなことをされて喜んでいるところを映していますとか、ね。<coughs> こういう作文読ませたいですかってことになってくると、いや、ちょっとなーってなるでしょ。つまりはこれは破るべき常識ではないってことなんじゃないかなと思うんですよ。あとはね、あのー、お父さんがね、爆地打,打,打ちをしていますとかね。嫌 <laughs> でしょ、やっぱり。 それは分かっているはずなのになぜか自分がやってることはまあまあこのぐらいはって思っちゃうわけなんですよだからこれが白ではないグレーの、まあ、考え方なんですよね確かに黒ではないと責められることはないけれどもだけども真似はさせられないよね真似はしたくないよねみたいなね世界に入っていくってことになりますじゃあそこに行くとねあの YouTuber ってどうですかねアフィリエーターってどうですかねうんテンバイヤーはちょっとね 風向ききが変わってきますけども <laughs> じゃあ投資家はどううでしょうか、うん、立派に私は継がせれる商売だと思うんですけどもねそれなりに指導もできますしね、うん、誰よりも自分の弟子として迎えたいような職業になってくるから、まあ、自信を持ってね、まあ、子供にも向かっていけるし弟子にも向かっていけるかなと要するに弟子が取りやすい商売で稼ぐっていうのがこの1つ目のミッションお金に対して稼ぐっていうところになるのかなと思います。 四つ目の4つのうちの1つの要素お金についてお話しさせてもらいましたじゃあ2つ目は何かというと2つ目は何でしょうかね思い出しますか体力ですよ体力体が弱ければできることは限られてきますもちろん先天的に体が弱い人はいますでもそういったカードを持って生まれたんだったらそれを補うべき体力や体格を補うべき今はテクノロジーを使うこともできますし 多少なら自分の体を鍛えることもでつまりは無理の時間無理のない時間に働きねで短時間で成果を出してでだらだらと長時間やらないこととかねで体力はそれほど必要ないようにテクノロジーを取り入れていくっていうことかなと思いますよねもちろんねあの自分の体がバシッと効くようでしたらその体を持ってですねいろんな問題を解決することができます やっぱりね勝負はね結局は何もかも失った時に自分の自分自身に残ったものなんですよね。もうひとん張りする時にやっぱりこういわゆる足の踏んぶりが効くとかね両腕がきちんと力強く動くとかそれから弱いものの前に立ちはだかって自分の体をさらしてもう物理的に誰かを守ることができるかどうか。 ダッシュで突っ走っ走て誰よりりも早くゴールにたどり着けるのかもう脚力とかねそういったのも瞬発力とかも必要になってくるでしょうでそういうふうに自分の体の体力や気力が信用できるようになってくるとこれは精神力にもつながってくるわけなんですよまあ、ということであのやっぱりねまだ間に合ううちに私の感覚としては30までは多分体を作れると思うんですよもちろん10代の頃には一番 伸び盛りの時なんでね成長する体に備わった筋力や骨を作ることができますのですごいチャンスだと思いますけどもそれを逃してもね20代30代でもまだ衰えて老化には至らないんで何、うん、とかなるんじゃないかなとこれがね40とか50過ぎてくるともう体が退化してますんですよね数値で表すと10代の頃には30とか50とか100を目指すことができます。 で30過ぎると伸びしろはちょっと落ちるんですけどもそれでもね30のもの35にしたりとか50のもの55にしたりはできるんですよところがね40あたりを過ぎてくると50のものを55にすることはできないけども本来45とか40に落ちるものを48とか47に食い止めることができるんですよねそのぐらいはやってやっぱりやっていかないと思いもいらぬことになってくるのかなと思います学生時代どれだけ運動部で慣らしていてもそれは あ,あんまり40過ぎて役に立たないよってことになってきますので役に立てるためにその体力を、ね、維持するための活動が必要になってくるってことですこれはね何を食べるかにもよるんですよそしてどの時間でで自分を休めるるかにもよってくるわけですよねそういうふうに自分のコンディションを自分でコントロールできるような能力をつけることができるかどうかそれが2つ目の体力の維持ってことになってきますで3つ目はねいかに頭がいいかなんですよ これは普段関わってる人によって、頭の中身ってのはどんどん変わっていきます。それから、やっぱりね、本を読む習慣がつけられるかどうかなんですよね。これね、やっぱりどこまでいってもそうなんですけども、賢い人って本読んでるんですよ、今の、この時代でも。今二十代の方でも、一番の知識は本から得てるんですよね。それが千円とか二千円で買った本によって、数百万、数千万のパフォーマンスを生むわけなんですよ。で、本っていうのは。本人なるべく。 多くの人のの人心を動かしてきたものがそこにあるんですよ、ね、いやブログやメルマガもいいでしょうっていう意見がありますけども圧倒的に違うんですよこれはブログやメルマガはどんな人でも言ってみればどんな愚かな人でも発行できるんですよでも書籍っていうのは編集者が認めてこれはマーケットに一定のレベルで売れるかなっていうお墨付きがなければじゃあ書籍にしましょうっていうふうに選ばれないわけなんですよ。 つまりは書籍にするレベルじゃない人がブログやメルマガを書いたりとかどっかのね掲示板に書き込んだりするっていうことなんでもう見るべき価値がないんですよここは本当にねうんいやそういうふうに情報ってものの価値を見分けれるようになってくると本しかないなっていうふうになるわけなんですよ、ね、ここにもねちょっと漫画があります実はコチカメっていう漫画があります、ね、でも漫画を書くことは誰でもできますでも こういうふういふに単行本になって「週刊少年ジャンプ」のねコミックスになるレベルで書ける人っていうのは限られてるでしょだから本が優れてるのは自明の理なわけなんですよでまずは知識をどこから得るかによってあの多くの選択肢は決まってきますけどもここまで聞いて本しかないと思えればまだセンスがありますでいや本以外でも情報ってのは世の中に溢れてるでしょうっていう人は残念ながらここのレベルっていうのが落ちていく一方なんですよね 結局はね本なんですよ、うん。どこまで行っても。ね、うん。ベストセラー、世界のベストセラー、聖書です。いや、聖書ぐらい読んどこうよって話になりますよね。聖書を差し置いて、どんな本を先に読むんですかってことになったりとか、本を差し置いて、どの知識が大事なんですかってことになってくると、うん、まあ、それはないでしょうっていう回答にはなるんですけどね。まあ、もしね、本以上に価値のある情報が、 無料でインターネット上にあるんだったらそれはぜひ見てみたいなと思いますけども多分誰も探しきれてないと思います。ということで知識っていうのは関わってる人によって変わってきますのでこの人と関わるべきではないと思ったらすぐにその関係を切ることですよね。で関わるべきでない人をどうやって見分けるかっていうと自分の頭が賢くなってないってことははっきり分かりますのでその時に誰と関わってるから賢くなってないなっていうふうな原因を探すことそれは自分の。 選選別眼で選んでんんいいいいいけばいいんじゃないかなかと思います、あのー、やっぱりね人間にはミラーニューロンというのがありますんで誰と関わってるか誰と時間を過ごすのかによってその人の影響を強く受けて脳がその人の思考や言動をコピーするわけなんですよね。だから使っててるる言葉も似てくるんですよということでね愚かな人と関わってると愚かな思考とか愚かな言動や愚かなね 精神力が備わってきますのでしかもそれに気づきにくくなってくるんですよなぜなら自分のやってることを肯定感が高まってくるからなんですよどちらかというと自分のやってることにいつも疑いを持ってなくちゃいけませんよねつまりは自己否定の考え方ですこれでいいんだろうかともっといい方法はないんだろうかって考えるのが自己否定であり人格否定やね、あのー、人生の否定をしていることとは全く違いますむしろ肯定するからこそこのままではいけないっていうふうに思えるんじゃないですか 明日はは確実に世の中は進化化ししててまます、変化してます。変それについていけるように自分の脳を更新してるかアップグレードしてるかってことが非常に大事になってくるわけですよねじゃあ4つ目です4つ目人生で必要な要素4つ目は精神力でしょうやっぱりね世の中には首から下が動かない人もいますでもその人の精神力は年収で1億2億っていうものを作り出します和佐大輔さんっていう方は17歳にして 半身不遂にいいきなりなりってしまいましままた。得意の水泳で飛び込んだ時にテドラポットに頭をぶつけたからなんですよ。予定していない半身不随でしたね。17歳でです。でも、そうなったその17歳のうちに年収1億を叩き出して、マインドセットの達人になったわけですよ。17歳でですよ。17歳でどんな人生経験があったんですかね。どんな勉強する時間があったんでしょうか。 もしかしたらまともな恋愛をまだしてないような時期だったかもしれませんし当然大学受験すら経験してない時ですなのに誰よりもマインドセットがしっっかりと立っていたわけなんですよね。これはどうしてかっていうとおそらく自分に残された能力ってのを大切にしなければこの先やっていけないってことに気づいたからでしょうでも下手に人は選択肢をたくさん持っていると勘違いするからまだ大丈夫さと取り戻せるさと思っちゃうわけです そね、取り戻せないんですよね全然取り戻せないんですよそして今今日この瞬間自分の人生を振り返った時に取り戻せてないことにやっぱり気づかないといけないのかなと思いますよね、まあ、ここにスマートフォンがありますよねまた iPhone は新しいのが出るそうですけどもテクノロジーは進化を続けます何で進化を続けるかっていうと脳のバージョンアップをできた人がその脳のバージョンアップをこういったガジェットに移し替えてくるからなんですよねこういういなモデルがあるのに テクノロジーが進化するからといって、自分を進化させない人、更新しない人があいかに多いかということになります。まあ、例えばね、まあこれはビジネスのチャンネルになりますので、稼ぎの話しますけども、どっかで仕事を探すときに、年齢に関わらず、いまだに時給900円とか1000円しか、その職につけないとしたら、まあ、高校生の時からあんまり進化してないということでしょうね。 マーケットっていうのは能力に応じてその時給単価を決めていきますんで自分の単価が上がらないってことは自分の人生の価値が変わっていないもしくは年齢を過ごした分だけ落ちているってことになるわけなんですよそういうふうにシビアに分解できることができるかなってことになりますさあちょっとね今日は20分ほどお話してきましたけどもこのぐらいのお話でもカメラを見ながら何の資料もなくメモもなく裏付けもなくすぐに出てくるってことは それだけ知識が備わっていることと、この話を私何度もしてるんでね、それこそ一語一句変わらないように何度もどこでも喋れるわけですよ。そして喋るってことはそれだけ聞いてる人が継続的にいたってことなんですよね。ここがだからやっぱり人生のこのプロセスにおいて自分が踏みしめないといけないことかなと思います。結果はみんな死ぬわけですよ。<laughs> だから結局は何をやろうが何をやる前が同じなんですよね。でも私たちは生きてるんですよ。 次の瞬間も生きる権利があるしその責任があるわけですよねじゃあその生きる生き裏付けとしてどんな要素を持ってくるか私はこの4つにまとめましたけども高さはいかがでしょうかということになります <laughs> じゃあ本日もありがとうございましたお疲れ様でござい